競技大会が 今から始まります。私はこの開会式の進行を仰せつかりました佐賀県溶接協会の小田といいます。よろしくお願いいたします。私はご紹介になりました佐賀県溶接協会の理事長を務めております森哲夫の森と申します。よろしくお願いいたします。大会を開会式の始めにあたって一言ご挨拶を申し上げます。まずもとですね、記念すべき、第1回目の佐賀県女子溶接技術協会、13名の方参加いただき本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。それからこの大会を開催するにあたってですね、佐賀県はじめいろんなところのスタッフさんに出てもらってますけど協力をいただきまして本当に助かっております。感謝申し上げます。ありがとうございます。今年はですねとにかく新型コロナウイルスのお関係でいろんなイベントとか行事ができなくてですね寂しい限りだったんですが、なんとか溶接協会の人は高校生の大会だけは6月に開催をさせていただいたと、それのみであったということであります。本来ならこの時期はですね今後ろにいるメンバーたちも後ろに競ってですね佐賀県の溶接競技大会をやる予定だったんですね。ただ、60名ぐらい出るものですからこれは3密でできないなと、それともう一つはそれに関係する九州大会、全部大会が全部中止になってしまったので、今年は大体本当は62回目をやる予定だったんですけども、まあ、初めてだったんですね、中止というふうにさせていただきます。本当に残念になりません。ただ、そんな中ですね、5年前から佐賀県の高校生の溶接競技大会を始めまして、もう昨年あたりから、一昨年あたりから女性の参加もどんどん増えてくる。それと我々溶接協会は検定試験を担当しているんですけど、その検定試験を受ける選手もですね、女性が毎年増えてきているということもありましてですね、これはやっぱり今せっかく溶接協会が県から のいろんな助成をいただいて、溶接人材育成事業というのを進めている中でですね、せっかく盛り上がっているのになんとかせんといかなということで、やはりこれからは女性がですね、どんどん進出となっていかんということで、思い切ってですね、日本初めてになります。女性だけの大会を開催するじゃないかということで、取り組んだということであります。大体ですね、国内のですね、女性のですね、入社っていうのはですね、そういう感じで、少しずつ増えてきてるんですが、まあ、0.5% ぐらい全体ですね、いうことだったんですけど、今は 0.7% ぐらい上がってきてると。いうことありますけど、しかしアメリカでは 5% 以上ですから全然割合が違うわけですね。そういうことで、その辺のやっぱり流れができてきているということで、日本溶接協会としてもですね、非常に溶接の技術が不足しているということで、今去年のあたりでも90倍と3倍ぐらい 3.5 ぐらいになっているということで、本当に溶接の人材がいないという中でですね、女性の進出を進めていこないかということで、3年ほど前から溶接女子会というのを消してます。うちわがあったかな、皆さんお配りするとそういうこういううちわがあって、そこにですねいろいろネットワークで、女性だけの溶接の会をやるということでお話ししますので、インターネットに見ればそれ入りますのでですね、そういう形でとにかく溶接をもっともっと皆さんに知ってもらおうということでやってもらっているということであります。で、そういうことで、今日の第1回目のですね、溶接協議会、日本溶接協議会からも協賛という形で、参加者といただきますので、皆さんお迎えいただければと思っております。よろしくお願いします。国内のですね、とにかく溶接の技術をですね、とにかく全てですね、ものづくりの基盤技術であるということであります。もういろんな造船とか電気とか自動車とか構造物ありますけど、全てのものになって溶接がないと何もできないんですね。その中心にやっているのが溶接でありまして、その中で中々が別に従事されているというのは嬉しいことであります。大体ですね、溶接の技術はとてもですね、見てもらうとごつい人が多いですけども、男性技術ですね。でも溶接のあるような技術が非常にきめ細やかで神経の必要な、丁寧な技術がないとできないと、そういう点から言うと溶接の赤みによってはですね、女性が一番似合ってるんじゃないかなと。男はちょっと浅すですからね、女性のしなやかさというところがですね、溶接というのは溶かしていると中がどうなるか分かりませんからね、そこの指の感覚とか手の感覚というのが非常に重要でありますから、
そういうふうな女性に非常に向いていると思います。そういうことでですね、世の中は要するに優秀されている。それから、高校生の皆さんもこれから優秀に、ずれるということになりますから、ぜひともですね、これからの佐賀県、いや、日本のですね、要するに女性にもっともっと広げていこうという役目を担っていただきたいというふうに思います。先日のですね、要するに皆方の練習会に行かせていただきました。非常に佐藤さんも喜んでますね。ニコニコしながら熱心に指導されています。非常にですね、そういう意味で逆に皆方も真剣にですね、その指導を見てこられたということで、まあ、失礼な言い方がありますけれども、結構レベル高いなと思いました。そういうことでですね、今日はですね、第1回目ということであります。結構緊張感もあると思いますけれども、とにかく日頃の練習の成果、自分の腕を信じてですね、最後まで頑張っていただいて、でこの大会がですね、さらに発展して、続けられるように、やっていただくことをお願いしたいと思います。最後にですね、長田の今日の教室の協議がですね、しっかりやっていただくと、健闘を祈って、会見の挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。ご安全に。これからも溶接頑張ってください。